か言うてよ、言うてよ、言うてよ、欲しい欲しいって。え、ちなみにオーツさん、自分でオーツ入ってこいよって送った？んとオーツ入ってこいよ、ちょっと私なら自分でコメント打つの。やりかねえじゃん、なかなかやるな、俺入ってくんやな。みんなそうやって言ってたんだけど、いや、俺だってってことやってんの。そうそう、で、あ、でお仕事お疲れ様です、いつの間に自分で打った。あ、そ、うん、なんかごめんごめんごめん、あ、でも大丈夫よ、うん、俺じゃあ、はい、疲れた、弱い弱さんが来た、15秒で疲れた。よかった、15秒持って。いや、1秒かなと思ったけど、よかったよかった。ね、どうじゃん？何この空気ちょっと。ごめん、待って、その空気ね、配信始まる前に俺らやってるから、ちょっとテンション下げたなって。終わったんだよ。終わったんだ。はい、終わりました。はい、ということでね、本日は、イェーイ、始まりましたー。はい、じゃあ、ちょっと、スケートソン。いや、ちょっと、そのテンション降りたか。休憩じゃないです。あれですよね、どっかのあれですか、スポンサー狙ってるんですか。いや、もうね、規模がでかすぎる。さっきから口を出してきますか。ちょっとだよ、今回。本日はですね、はいはい、なんと最初の時間はですね、レギュラーメンバーのみでやるの で、 ここでしか話せないようなことを、せっかくならこのメンバーでしかね、いつもだったらゲストさんいたい、ゲストさんあったりとかするわけじゃん。だから、このメンバーでしか話せないようなことを今日やっていこうかなと思いまして。反省会？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 反省なんてすることを前回あるよね。え、何があるの？言って言って、知らんよ、俺知らんよ。VVP、なぜ大津を連れてきたか。ちょっと待って、そっから恐るやん、もう。そうですね、じゃあ、そうするじゃなくて、この間ね、やらかしまして。何これやったの、ブイブイやってるの。ブイブイブイは圧で、本当に説教だわ。ですね、配信が7時から始まるっていうことでですね、はいはい、18時59分まで遊んでたんですよ。ちょっと待って、はい、本当にここで遊んでたんですよ。え、ここでここで遊んでたの、本当に普通に、もうみんなでイエーイとか、こんなこんなやったりとか、もう携帯こうやったりとかして、こういう風にやったの、こんなこと、こんなこと、こんなこんなやったの、うん、で、いざ7時になった瞬間にみんながピシピシってなったんだけど、うん、始まっボタンを押したんだけど、それが間に合わなくて、1時間押しちゃったの。え、ちょっと待って、押した。ダメやったら、だから大関さんがスタートボタン押したんだけど、俺らはじっとしなかったせいで、開始できる時間って決まってるの。この時間、7時からこの時間以内に絶対始めてくださいっていう秒があるんだけど、それ越しちゃったから、19時から配信できなくて。なるほど、気が入ったのは、遠回しに大関さんが悪いと。ボタン押さなかった大関さんが悪い。なるほど、俺はバイバイして、準備もしたよと。準備もしたけど、おじさん、ほら、今日はちょっと俺の言うのおかしいけどね。いや、違う、違う、それで俺が悪かったら、本当に1時間押しちゃった。なるほど。こんなの来てるんですか。あ、来てますね。翔平君だけじゃなくてですね、もう一人反省しないといけません。クビチキの足がだんだん開く件についてお願いします。ちょっとね、とうとうそっち向かってったの、あなた。いや、いい、いい、もうそれはもういい、もういい、それいつものことだ。おい、してる、おい。苦情来ます、苦情が。これ違う。いや、待って待って待って、これ多分俺分かんないけど、俺分かん、名前出してか分かんないけど、これが多分ね、北川景子さんとか石原さとみさんだったら絶対、お、みたいな感じで盛り上がるとこなんだ。盛り上がる。苦情来るって相当だよ。相当やね。苦情じゃないでしょ。苦情やね。苦情ない、まあ、別に反省会だから。でも別に苦情ではなく、お前が反省しろよってアドバイスでしょ。そうだよね。ごめんね、くみちゃん、フォローしようかなと思ったんだけど、ガチトーンで来てる。クビキチの足がだんだん開く件についてお願いします。違う、呼び方がクビキチの足が開く件についてごめんなさい。いや、反省会だから別にこれ苦情じゃないよね。だから反省しなさってくれ。若干、クビちゃん、ってことはコメントで見たのはクビのことちゃんと女の子扱いをしてくれてる。だからご飯中にそんなの見せるなって話。いや、わかんない、それは。私はもうね、でも反省会だから今日は。待って待って待って、あまりね、クビちゃんをあんまいじめないで。そういうことを言われたら頑張って反発してくるじゃん、うん、俺は見た、若干足気にしだしたアーカイブで見てください。あの、クリちゃん足こうなってる、こうなってる。いや、ちょっと見た。そういうとこが可愛いと思うんだよね。さすがデリカシーじゃない方のクミさんか、怖い。あ、いや、デリカシーがないよね。はい、はい、妹いないところで妹の悪口やったね。でもじゃデリカシーのね、来年次いつあるの。11と16で出しあるんだけどさ、俺、本当に日にちゃって空いてたら行こうかなと思ってて。そうそう、でおたげ学んだらしくて。そう、おたげ。そうなん、ちょっとやってみて。やらないよ。なんで早いな、自分。あ、それ違うよ。え、違う。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。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 あ、すごい。
1年とかじゃなくて9ヶ月9ヶ月あの、くみちゃん、俺1年でそれ言おうと思ってたんだけど、まさか9ヶ月で言った。だから、じゃあ9ヶ月なんで9ヶ月なんだもん。そうよ。で最初は、あ、でも最初はそれこそツイキャスとかショールームとかから始めたから、それを含めるともう1年になる。え、ショールームって何？ショールームな。ショールーム。あー、ショールームな。なんでこっちら聞こえて、ここの目の前に聞こえた。こっちの声聞こえないの。また左くらい。まし、あ、ろ。あ、確かに。全然ない。いや、でも本当に間もなく1年ぐらいになるんですけれども、はいはい、反省点あるでしょ、みんな。あるよ。翔平くんはあるか、あるか、ある。え、あります？あるよ、あるよ。反省することとか、なんか、うるさいやろ。あの、来たらうるさいって。いや、うるさいとは言ってない。大雑把だな。うるさいとは言ってない。よし、俺この話は聞かないふり。ちょっと反省会じゃないの、自分たち。やべえ、耳ふさいでも大津さんうるせえ。たまになんか音楽屋さんで視聴してるめっちゃノリノリの人こんな感じ。いやいやいや、いるじゃん。いない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 、それそれないよ。え、それこそなんか反省点とかあったりとかします？反省点ですか？いや、もう家の掃除やなかなかできない。ここの掃除。この掃除。え、ここの反省は何も考えずに発することですかね。じゃあ、そうですね、やっぱ僕は正直反省することいっぱいあると思うんですよ。あります。顔が悪い。そう、顔が悪い。生まれて親の問題になってくるから。やめなさい。お父さんとお母さん何も悪くない。いや、ちょっとね、今日あのたまにちょっとおしゃれしてくる自分がちょっと嫌だな。今日もなんかすいません、さんずの顔あちらです。あれ、死ねってこと？え、翔平君的に今日のコーディネート結構びっしり。いや、今日ほら、多分全国的にだと思うんだけど、すごいあったかかったんだよね。はいはい、今日東京も22度とか東京もなったんだけど、はいはいはい、風が強かったから、はい、俺今日コート着てきたの、うん、だけど結構今日ね、ジャケット系の人が多かった。そうそう、トレンチとかで。大津さんね、一つだけ寂しいなって思うのは、ちょっと、立ってもらっていいですか？いい。俺だったら、ボタン全部つける。あ、ここ。あ、そっかそっか。俺だったら全部つける。ごめん。主張が強い。で、ボタン、じゃあ全部外す3回。そう、全部外すと、ケツ。もう、俺やめるわ。なんで言うて、言うて、カモン、カモン。求めてる、求めてる。大阪のシャツって、ここが中がインナーが黒で、まとった白になってる。だから結構今日、黒のモノトーンで、なんていうの、揃えてきてるから、うん、この白のプリント T シャツがすごい映えるわけ。なるほど。そう、だから俺だったらこのプリント T シャツ見せるし、国本はね、ちょっと寂しいなと思うから、俺だったらネックレスつける。あ、俺だったらネックレスつける。なんで？あの、ごめん、あの、文句言うんだったら全然受け付けるんだけど、せめてちゃんと伝わるように。ごめん、俺もこれね、実はね、ネックレスついてたんけど、ネックレスつけたら負けちゃうから、金属もったいないね。そうやね、十字架のやつがついてるの。おー、俺もな、あの、センスないから、少女に飾ってるやつ、これくださいって言うし。あー、いる、そういう人。わからんから、合わせてわからんから。マネキンと自分が同じだと思ってる人って。そうそう、ちょっと待って。ってない、ま、マネキン？いや、マネキンじゃなくて、同じで。だから、合わせられないのよ。なるほど。難しいんだよね。なんで？え、